人集まって、で今日の午前中も私はやってないですけど、対人が多くなっていましたし、で午後は高校生も来てくれて、まあ、いよいよっていう感じになってきました。まあ、顔色的にもそんなに前回と変わりはないですし、まあ、その点ではすごいいろいろ話しやすいというか、いい時間を過ごさせてもらっています。やっぱ講師ともに貢献しなくちゃいけないと思いますし、まあ、そういうところで攻撃ではスイッチ入れるときますとか、守備では自分のところでボールを取るぐらいの頑張りをしていきたいなと思います。そうですね、まあ、まだちょっと足は万全じゃないんですけど、まあ、これからそういうところでも上げていって、まあ、プレー面では、まあ、自分がゲームをコントロールするぐらいの打てない速すぎてもやっぱ日本の打てないと思いますし、まあ、そういうところではやっぱ横に揺さぶったり縦に入れたりそういうところで、まあ、コントロールできたらなというふうに思います。もうあと2試合ですぐ本番なので、やっぱり連携とかそういう部分っていうのをしっかり高めていけたらなというふうに思います。ありがとう。